はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像は、オンライン授業絡みです。また新たに記事を見つけたんですけど、ただ目新しい話題はないというか、ただ強いて言うならばですね、非常事態宣言が、一部のその都市部の都道府県を除いて大幅に解除される見通しが立ったじゃないですか。それはすごくいいことだなと思いますし、むしろね、地方郊外の学校からノーマルな状態に移行していくといっても、いわゆる分散登校、僕はスウェーデンの例でね、申し上げましたけどね、僕はいいと思いますけどね、全然。でむしろその感染の発症リスクっていうのは成人な、特に年配の方と比べても全然低いってことですから、発症しても発症する確率は極めて低いですからね、僕は全然いいんじゃないかなというふうに思います。で、僕が今回参照している記事は、プレジデントの、記してらっしゃる方が岐阜県の高等学校の教員の斉藤秀美先生って方みたいですね。で、岩波ブックレットから暴走する教員の働き方改革っていう、そういう書籍をですね、共著で書いてらっしゃる方みたいですね。だから別に、ここは先ほど申し上げたんですけど、この記事のここはすごく注目に値するなとかはないんですけど、強いて言うならば、僕が今まで言ってきたことを整理しますね。まず一つは、この先生もおっしゃってるんですけど、基本的にですね、ビデオ会議で指導したいんだったら少人数じゃないとダメです。なので、その例えば今までワンクラス40人ぐらいでやってたとしたならば、どんなに大きくても4分割ぐらいして、要するに10人のワングループにして、でそれを今まで50分を丸々40人に一斉に使ってたっていうやり方をやめて、で同じ時間使い方するんだったら 10人に12、3分ずつぐらいに分割して、それ集中してコミュニケーションを取って、そこで意味のあることだけやって、はい次っていう、そういうやり方じゃないと機能しないと思いますね。でもそれがちゃんとできるんであればうまくいくと思います。ただこの記事の中にあったんですが、どうやら単位認定されないみたいですね、オンライン授業って。でそれは、その制度の問題でしょうから、であと生徒もね、学生も頑張ってるでしょうし、後で巻き戻して、なんていうのかな、特別措置法的な感じで単位認定するとかね、そういう動きは学校の皆さんも、あれ学生の父兄の皆さんも声を上げていいのかなというふうには僕は思いました。一つは少人数の形に基本的に持っていくと。でもう一つは、やっぱりあるんですけど、その生徒の顔が見えづらいっていうことを言ってるんですけども、そもそもね、学校の先生 の教師の皆さんもそうですし、そのご家庭にもお聞きしたいんですけど、普段ね、これまで学校に行っていて、自分の顔が、いわゆる顔って、その物理的な表情っていうこともあるんですけど、そのちゃんとその相手のことは分かってるってことですよ。コミュニケーションっていうよりは、学生と教師もそうですし、学生同士もそうですし、もう納得するまで向き合えてたかっていう話を僕は聞きたいんですよね。で多分ほとんどの学生も教師もノーだと思うんですよ。でむしろ、思ったよりもその今回のウイルスによるショックで、そのオンライン授業でもやって、意外と互いのこと分かってないんだなっていうのをこう自覚しちゃったっていう局面だと思うんですよ、僕は。でそこで大事になるのは、じゃあ相手のことをそれでもよく知りたいんであれば、そう、授業外のところのそのコミュニケーションってことはなるべく使わないようにしますね。ただ報告連絡相談とかどうでもいいんで、であと意思疎通のためのといっても、相手の感情とか思いやりに欠けるような言葉を、文面をですね、いくら投げたところで、ほぼ意味ないですから、その相手のことを理解するって意味ではですね。でそうじゃなくて、その日頃から別にね、スラックでもいいですよ、そのコミュニケーションツール使って、必要なやり取り、その必要なっていうのは、その連絡事項もそうですけど、そうじゃなくて相手のことをよく思いやる、あれ心配してあげるっていう、それも大事なところですよね。ただその教師側から学生に対して過剰、その何でもかんでもマイクロマネジメントするっていうのは、これは愚かだと思いますけど、
学生間で互いのことを思いやったりとか距離感をつかむ練習も含めてね、そのためのコミュニケーションというか対話の補助ツールとしてスラックとか使ったりで、まあ、分散投稿するんだったら、まあ、その友達と毎日会えなくてちょっと寂しいけどって、まあ、それはしょうがないですよ。でも会えない分そのコミュニケーションツールを使って、対話をするというところの、その訓練もしかり、でその訓練を通じて鍛錬を通じて言葉の適切な使い方、あれをそれを通じて思いやりをそこに上乗せしていくっていうことを訓練をすることで、あ、今まで何も分かってなかったんだなっていうところのね、補完をするべきかなというふうにまず思いますよね。でそれが2つ目で、3つ目のところはこれもずっといきますね。僕はその授業の映像ログなんかを全部撮っとけって言うんですよ。そのコンサルしているその法人学校その他の法人に対してですね。で人間の記憶とかその分かってる分かってないって本当にいい加減なので、だってその家族の中の親兄弟ですら皆さんね、もう段違いに他の人たちと比べて、その他人と比べて、そのいわゆる親しい友人と比べてもいいですよ、もう共有してる時間段違いに長いでしょ。でも互いのことどれぐらい分かってるっていう話ですよね。各現特に学生子供からしてみれば、親御さんの、若い頃とか今考えてることが将来に向かって不安なこととかどのぐらい分かってます、まあ、親御さんも学生のことどのぐらい分かってますっていう話ですけど、それを考えたらですね、そのもう本当に相手のことを理解しようとか思うんであれば、そのどういうところにその、まあ、科目の指導でもいいですよ、反応してるのかっていうのを理解するんであれば、もう片っ端から映像を撮って、その何か言葉をかけたりアクションを起こした時にどういう反応するかとか、どういう言葉が出たとか、どういうやり取りがあったとか全部克明に記録しておかないと分かった気になって終わりますよ。その人間の直感とか思い込みって本当にひどいものがあるので、勝手に印象操作を自分でしちゃうので、都合のいいように、でそれを防ぐためにはそれしかない、もう客観的にログを取るしかない。でそれは情報系の企業、例えば Google とかがもう片っ端からエラーログを残してるとか、過剰なぐらいにね、そのためのレポートなんかを残しておくとか全く同じですよ。事実に基づかないと、事実とその検証に耐えうるデータ、あれそこから導き出される結論を得るっていうプロセスもちゃんと整備しておかないと無理ですよ。人間のその認識の限界なんてもうたかが知れているので、で、今回ね、でまず この辺ぐらいね、まあ、3つぐらいに押さえておきましょう。まあ今まで言ってきたこともあるんですけど、もう一つ、まあ、新たにね加えるとしたならば、ね、学校の先生、まあもちろん公立の先生なんかは意識はしてると思うんですけど、まあ学校って基本的に公的な機関じゃないですか。ということは公共投資の対象なんですよ。なのでその今までね、インフラ整備とかされてこなかったと思うんですよ。熊本市の事例で言いましたよね。タブレットなんかを学校で整備するっていうのは、あれはその家の中に持ち込める学校のインフラとして対応すべきだから、あれはインフラ投資として、まあ、その地方公共団体なり国がですね、お金を投じて整備するべきなんですよ。でまずそれは当然あるものとして、ちなみにですね、岐阜県の場合は家庭で所持しているその端末の所持率っていうのは 95% から 98% すごいですね、素晴らしいですね、ということだったらしいんですよ。なのでそこは問題ないと。で、まあ、物理的にウェブ会議のシステムを使って授業するのはまあいいんだけども、問題はそこ、僕が言いたいのは今回言いたいのはそこじゃなくて、まあよかったねでいいんですけど、ストリーミングサーバーとか、その映像を上げてそれを公開するのにプライベートな情報として、まあ、自分の学校だけで見れるようにでもいいんですけど、その、まあ、要はその学校のためのウェブサービス、半分オープンな、セミオープンなウェブサービスなりインフラっていうのが必要かなというふうに思うんですよ。でそれは、まあ、さっきその授業の映像ログって話はしましたけど、そっちはね、プライベートな情報を含むので、おいそれと他の学校とか第三者にですねオープンにできないと思うんですけど、少なくとも授業のその映像、公開映像とか、あるいはその
垂れ流しをする感じの、そのオンデマンドの授業っていうのは、ビデオ配信の授業っていうのは、録画された授業っていうのは別に公開してもいいじゃないですか、いいものであれば。それは YouTube と発想同じなわけですけど、だからそれ互いに自治体とか学校同士で評価できるような、あるいは統合して互いに利用できるような、まあ著作権的な話だと、まあクリエイティブコモンズをつけるとか、そういう形でね、互いに互いの良いものはすぐに流用できるような、そういう仕組みは僕は必要かなというふうに思いますよね。でそんぐらいのね、ストリーミングサーバー用意するぐらい、高負荷に耐えるような、全国の学校が使うような、そんぐらいのインフラ投資は国とか地方公共団体がやっていいと思いますよ。これ政策論ですね、政治の話じゃないです。それは公共投資としてそういうことをやりましょうってことなんですよ。道路港湾とかと同じです。あれはその情報インフラの整備とか、そういうのと同じですよ。では今の話って情報インフラですかね。ストリーミングサーバーもそうだし、その YouTube のようなそのビデオ映像を見れるようにする、ダウンロードできるようなサーバーもそうだし、そういうものを、まあ、国なり地方公共団体にも統一して、地方公共団体の壁を越えてちゃんとね、主導して作らせないとダメですよ。でそこはやっぱり学校のね、関係者が頑張ってみんなでやらないと。まあ基本的に僕は学校関係者に対しては、まあどうなんかな、やり方とか動き遅いなとか思いますけど、まあこのタイミングだからこそね、オンライン授業とりあえず特訓でやったけど大変だったな、やっと解除して終わりだったな、で終わりじゃなくて、その今回の経験を通じて熊本市がね、2016年かな、大震災でそのレジリエンスを発揮してですね、でその時点でインフラ整備をして、で今回のオンライン授業に一気に動き出せたわけじゃないですか。でそれと同じですよ。今回の事件を、事件じゃない、ショックを通じてそのレジリエンスを発揮してね、強靭さっていうものを発揮して、でもう将来に備えると、将来に備えるためにそのウェブ会議のシステムっていうのは、まあこれすでにあるからいいですよ。でも、映像配信のサーバーないわけですよ。でストリーミングサーバーのもうないわけですよ。いや別に学校がね、YouTube ストリーミングとか YouTube のサーバーを使って、まあ、要するにサービスを使ってもいいと思うんですけど、どうせだったら、その公益授業だし、国としてやってる公益授業じゃないですか。特に公立の学校なんかはね、別に私立もそこに入ってもいいと思うんですよ、公義の公益授業って意味ではね。だったらその国、もう一回言いますけども、その公的な機関がインフラを用意するべきだと思うし、独立してね。でそれはまあ最終的にどこが具体的に作り込むかっていうのは、まあ民間の共同印刷とかでもいいかもしれないですけど、まあそういうところが必要かなというふうに思いました。ただ学校の先生、学校関係者にそういうそもそも行動を起こせる人がどのくらいの比率いるか、あれそもそもそこに感度がまともにあるかどのくらいか僕は知りませんけど、まあ僕個人としては、まあ一緒に頑張りましょうとか言う気は全然ないんですけど、大変そうなので、まあ、頑張ってくださいねっていう感じなんですけども、まあそこは必要かなというふうに思いました。というわけで、まあ今回は岐阜の高校教員の方の記事を見て、まあ分散登校とか浸透してきたのかな、まあそれはいいのかなというふうに思いつつ、まあ改めてちょっとインフラっていうところの視点が、情報インフラっていう視点が僕は欠けてるような気がしたので、学校教師の方は あえて強調してお伝えしたいと思いました。今回の映像はプレジデントですねの記事を参照してお伝えしました。